危机，艾米拉鲁达斯。自由と無法、新天地の開拓する宇宙大フロンティア時代。若き日のエメラルダスもまた、自らの信念のもと、愛機エメラルダス号とともに宇宙の海を駆け巡っていた。これはレディ・エメラルダス青春大フロンティア時代、愛と希望と宿命の物語である。燃える星の海のワイン見つけたわ、エメラルダス。あなたには賞金がかかっているわ。ガンフロンティアに来たのが運の尽きね。おとなしく捕まりなさい。この私はあなたの手に負えませんよ。下手に出ればいい気になって甘く見てるわね。エメラルダス、表に出なさい。修行が足りないようですね。くっそー、今に見てらっしゃい。いつか捕まえてやるんだから。私はエメラルダス。私は自分の運命へ向かって旅立たねばならないことを予感していた。その理由の一つはエメラルダス号が作られた場所に関係していた。そしてその旅の末路に待っているのが私の運命の輪につながる戦いとなることを予感させていた。その未来の恐ろしい何かを思うとき、私もただでは済まないことを感じていた。それで
私はエメラルダス。宇宙は広い。その中で私は多くの人と出会ってきた。中にはもう二度と出会うことのない人もいる。しかし、運命の糸に結ばれた者同士が出会うことは、決められたレールの上での出来事。そこに偶然はない。銀河鉄道。蒸気機関車に似せて作られた外観とは異なる。あらゆる再装備が整えられ、無限空間軌道バリアーに守られた超近代型宇宙列車である。機械の体をタダでくれる星へ連れて行ってくれると言われている。その列車に乗って戻ってきた者はいないと。調べてみる必要がある。大マゼラン星雲よりにあるウールバイス三つ星太陽系の惑星。鋼鉄の意志を持つ全宇宙の生命体に向け生き抜く希望と意志を送り出している宇宙の心臓。その絶対制空権は強力で何者も手が出せない重層鋼惑星である。この銀河鉄道は偽物だった。その通りだ、エメラルダス。この銀河鉄道はメタノイドの作ったイミテーション、つまり模造品だ。こんなものでカモフラージュしてこのテクノロジアへ乗り込みたようだ。やはりそのようなことだろうと思いました。この偽銀河鉄道を送り出したと思われるメタノイドの船がこの近くの空間で発見された。ハロー、その船の始末は私に任せてください。
メタノイド。人類とは種の起源から全く異なる進化を遂げたヘリウム3の核融合炉と同じ構造の心臓を持つ金属細胞生命体である。彼らがどこから来て、このヒューマノイド銀河で何をしようとしているのか、それを知る者は少ない。攻撃を仕掛けたりして楽しいですか？私が送った銀河鉄道のイミテーションを破壊したのはあなたね。私はそのような行為で人の心をもてあそぶ者を許しはしません。ヒューマノイドの分際で何を。ヒューマノイドの分際でつけ上がるな。では行きます。行きます。よくも。ノイドと人類は相入れない水と油の存在なのだから。いつかメタノイドと理解し合える日が来るのかしら。私はエメラルダス。私は以前エメラルダス号の謎を解くために立ち寄った惑星黒い都に向かっていた。今はその航路上にある地球の補給基地エルアラメインに近づいている。そこはただ通り過ぎるだけの星の一つのはずであった。惑星エルアラメイン。長きにわたる戦闘の果て、この星に生きとし生ける者は姿を消した。今は戦闘兵器が補給基地と共に残されるのみである。砂漠化した大地に悲しみの風が吹く死の惑星である。どうした？
張ってるだけのことはある。俺の名はヘビーグレネード。お前を倒して名を上げる。あのミサイルはあなたの仕業。そうだ。ここにある兵器を利用すれば、近づいた者に片っ端から攻撃を仕掛けられるからな。もっとも、そのくらいでやられるようなら、エメラルダスの値段も知れてるがな。思った通り、お前さんはここまでたどり着いた。倒し合いがあるぜ。それは大変なことですね。お断りしたら。こいつはもう遅い。倒してやる。私はエメラルダス。エルアラメインを後にした私は予定通り惑星黒い都へと向かっていた。エメラルダス号に記されている古代時空文字、ここではそれと酷似した文字が発見されていたからであった。惑星黒い謎の古代文明の跡が残る遺跡惑星。その文明がいつ作られたか、誰が作ったか、そしてなぜ滅びてしまったのか誰も知らない。太古の昔に高度な文明が栄えていたであろうこの地は、今や見る影もなく、土に帰る時を待つだけのはずであった。しかし
面白いしね。私を試すつもりですか。私たちはここに君臨する、ここを支配する、そのためにやってきた。それは遠い昔の闇の契約。あなたたち遺跡を破壊しましたね。何か証拠隠滅のつもりですか。もしかして太古の昔、この星自体を滅ぼしたのもあなたたち。だとしたら、ここの遺跡の文字はエメラルダス古代時空文字と酷似している。ということはエメラルダス号が作られた謎に闇が関係していた。その秘密が知りたければ、あなたも闇の仲間にお入りなさい。私は、私に歯向かうものに容赦しない。あなたたちに屈することもない。まして、文明を滅ぼしてまで支配を続けるあなたたちを、決して許しはしない。私は本格的にエメラルダス号の秘密を明かす旅に出なければならない。その時が来たようですね。
私はエメラルダス。土地郎は猿畑星団にいた。実は私もエメラルダス号をある理由でその星団に近づくのはあまり好きではなかった。しかし私は旅立つ前にどうしても土地郎に会っておく必要が。ここは星々が密集しているため宇宙船の航行が難しく、さらに正体不明のキノコが所構わず生えるため、あまり人が近づきたがらない地帯である。そのキノコの名をとって人はこう呼ぶ。球状星団サルマタケ。どちら、ここにいた。いやあ、エメラルダス。これから私は旅に出ます。エメラルダス号の調整をお願い。エメラルダス号はまだ完全じゃない。現在の人類には理解できない部分があるからな。俺が完璧に修理するためには、そこも解明しなきゃいかん。そのためには、エメラルダス号作られた謎を私自身の力で探し出す必要がある。そいつは影の世界を調べることになるし、かなりの危険を伴うことになるぞ、エメラルダス。分かっています、どちらも。今回はそのつもりで旅に出ます。なあに、心配するな、エメラルダス。俺たちはまだ若い。必ず探し出すことができるさ。そして俺がエメラルダス号を完全に直してやる。うん、全てがうまくいく。そうとも習いでか。夢は捨てなければ必ず叶うものだ。その通りね、どちらも。私はエメラルダス号の謎を解くたび、そのためには闇が支配するあの暗黒領域へ行かねばならない。彼らが支配する世界、そこに謎の一部は必ず隠されている。大丈夫だ、エメラルダス。私はあなたの体を知る。今度の旅は厳しくなる。私もただでは済まないかもしれない。それでも私は進まなければならない。それはあなたも同じこと。お互い悲しい宿命。私はエメラルダス。私の目の前に広がる宇宙の海は無限に広く、きらめく星の数もまた無限に。魔女と呼ばれるようになってしまうかもしれない。そこで私を魔女と呼ぶのは呼べばいい。私は命の火を燃え尽きる時まで宇宙をさすらう自由。私はエメラルダ。無限の海を戦いながら駆け抜ける。